渡辺和彦対 DJ 大輝選手、はじめに渡辺選手お願いします。どうも、渡辺です。僕はボクシングをベースに武道を取り入れてるんですけど次の試合、渡辺ワールドを、ね、見せたいと思います。楽しみにしてください。おっす。ありがとうございます。コピーメールなどコピーメールと、ありがとうございました。さあ、その渡辺選手と対戦が決定しました。DJ 大輝選手、お願いします。現場に出るってことで借り出されて、なんか戸惑いながら来ちゃってるんですけど、まあ最近なんだろう、まあレシーバー選手抑え込まれたりとかしてフラストレーションがたまる試合が続いてるんで、まあ、1試合ですけど、まあ今回立ち技の試合ってことで自分の持ち味は十分に出せればと思います。以上です。ありがとうございました。あ、そうなんですが、顔がありますが投手の印象を達成とされています DJ 大輝選手。続きまして、K1 ワールドマックス2009チャンピオン、ジョルジオ・ペトロシアン選手対佐藤義弘選手のカードを決定しました。では、チャンピオンとの対戦が決まりました。佐藤選手、お願いします。皆さん、こんにちは。愛を知る県愛知県から来た佐藤義弘です。今日から新しいマックスが始まります。派手な人は派手に、地味な人は地味に、選手一人一人の個性がぶつかり合って、3月はもうそれが爆発すると思うんで、ものすごい盛り上がると思うんで、皆さん必ず見に来てください。ありがとうございました。ありがとうございます。いきなり大一番を迎える佐藤選手です。さあ、谷川プロデューサー、ぜひ、楽しみなカード揃いました。一言ください。カードを発表した通りなんですけど、まず去年の K1 マックスの世界チャンピオンであるペトロシアの試合をぜひ組みたいということでですね、ご存知の通りめちゃくちゃ強い選手なんで、まあ、誰がいいんだろうと考えた時にですね、まあ、ここはやっぱり日本人で一人選びたいという時に、まあ私の中ではですね、一番やっぱり佐藤選手が、可能性があるんじゃないかなということでですね、今回の日本トーナメントではなくスーパーファイトでチャンピオンに挑戦してもらって、でまあ世界トーナメントの査定の意味も含まれた、大事な試合にしたいなというふうに思っています。まあ本当にペトロシアンが頭は1枚も2枚も 上に出てるようなアンディ・サワーもアルバート・クラスも全く歯が立たなかった去年だったので、一つの今年のマックスのポイントはこのペトロシアンが崩せるかどうかというところにあると思います。それから、スーパーフェイト今回はですね、63キロにちょっとスポットを当ててみたいと思います。皆さんにこのマックスの舞台でですね、この階級の素晴らしさを見てもらって、それがですね、彼らの、まあ、カテゴリーというかですね、階級を全面的にやっていけるような一つの大きなステップにつながればなというふうに思っています。その中で、渡辺選手もうエースの一人だと思っていますし、もうお客さんを本当に喜ばせるファイターだと思います。それから、まあ、この63キロはですね、キッド選手以外にも、立ち技のできる、K1 ができる、総合の選手がたくさんいまして、今回、DJ 大輝選手がチャレンジしてくれました。これも本当、2人のキャラクターもあって注目の一戦だと思います。それから、まあ、去年60キロですね、クラッシュとか、ライズとかいろんなところで見た中でですね、私がすごいいい選手だなと思ったのは空手をなんだっけベースにしてなんとかの、小宮山選手なんですが、本当に素晴らしい選手だと思ったんで、で、まあ、1回マックスに出してみたいなと。まあ、本当63キロ、誰が、いいのか、分からないぐらいですね、いい選手が揃っているんですが、まあ、その中で、やっぱり、本当に村浜選手というですね、もう誰もが分かる強い選手、マックスに関しては70キロでずっと活躍してもらってたし、ヒーローズにも、出てもらったんですが、まあ、どのぐらいやれるのかなというのを一つにちょっと楽しみにしてもらえればなと思ってます。それから電通の大渡選手と、まあ、K1 甲子園去年70キロ です、ね、高校生で優勝した、松黒君が、大学生になって、まあ本当に、大学生として松倉君が敬語でしたっけ、はい、で
大当たり選手が活躍してたんですよね。早慶戦を、やりたいなというふうに思っています。それからあと小宮選手と、ダニエロ選手、小宮選手も、ライズの70キロの若手のトーナメントで優勝したということでですね、これは、まあ、本当にぜひ抜擢してどん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 新しい選手を上げていきたいなというふうに思っています。スーパーファイトに関しては私はですね、個人的に非常に満足しています。どの試合も本当に面白い試合だと思いますし、皆さんが驚くような楽しみような試合だと思ってますので、ぜひ期待してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ続きましては質疑応答の時間に移りたいと思います。この後抽選会を予定しております。選手の囲み取材は、準備しておりませんので、この時間にぜひご質問の方よろしくお願いします。ではご質問のある方、どの選手への質問なのか、そしてご媒体名お名前を頂戴したいと思います。挙手の方お願いします。ではお願いします。マイクをお持ちします。格通モバイルの高崎と申します。佐藤選手、今回その王者のペトロシアン選手とやるにあたって、どのように戦おうと思っていらっしゃるのかお聞きしたいですね。今回の試合、僕に求められているのは前線じゃないので、僕に求められているのは勝利だと思ってますんで、本当確実に勝てる作戦を立てて、自分の師匠の小森会長に立ててもらって、今それをずっと延々と練習しているところです。世間では 8-2 ぐらいの差で不利だと言われると思うんですが、なんとなくなんですけど、なんかいける気がしますね。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。続いてご質問のある方、挙手もお願いします。いかがでしょうか。ではこちらの方もお願いします。サンケイスポーツの豊かと言います。松原選手とお聞きします。4月から大学生になられるということですけど、大学は慶応の方でいいですか。質問ありがとうございます。そうです、慶応学部は、なんか23日の発表があるんですけど、まだちょっと分かんないですね。受験したのは何学ですか。小学校から慶応だったので。早慶戦分になりますけど、はい、そういうことは確かに。いや、早慶戦っていうか、俺もちょっと K1 に出れるんで、別にそこら辺は何でもいいです。ではそれに関しては大渡さんもぜひ一言いただけるでしょうか。難しいことは言わないと思うんですけど、ちょっとね、せっかく出れるんで、面白いこと言ってるから、おとならしく、早慶戦ということであれば、それらしく、僕も卒業して10年近く経つんですけど、もう、しっかりマスターの夏に頑張るんで、よろしくお願いします。教師と生徒みたいな空気ですね。ありがとうございます。さあ、続いてご質問のある方、いらっしゃるでしょうか。では、バッターの方、お願いします。GBR のところですね、佐藤選手にお伺いしたいんですけども、ペトロシアン選手、去年はすごく活躍して、穴のない選手だと思うんですけど、佐藤選手はどのように分析されて、どういうところにこう弱点があるというのか、もし教えていただければいいですけども、彼ほど穴の少ない選手、なかなかいないんですけど、2個ぐらいあったんですよ、見てたら。ちょっとこれ言ったらかなり、ちょっともったいないんで。でもそれを遂行できる、遂行させないところが彼の良さでもあるんで、僕はなんとかやってくれると思ってますけど、はい、はい、ありがとうございます。では最後の質問、ごめんなさい、どうぞ。すみません、渡辺選手と DJ 選手お伺いしたいんですけども、今日の相手の格好も含めて相手に対してどんな印象を持ってますでしょうか。これはお二人一緒に出てきていただいた方がいいですかね。お願いします。それぞれの印象、コスチュームなどインプレッションお願いします。では DJ 選手。相手のコスチュームはなんかお笑いのなんか瞬間メタルみたいな感じだと思いましたけど。はい、で渡辺選手お願いします。相手の
ことはなく、まあ、あんまりちょっとなんかふざけてるなって感じで別にどうでもいいんですけど、まあ、本当に働いたのかっていうのは、その詐称疑惑が今出てこないんですが、本当に働いてた話だったんでしょうか。中華街の泳げという店で。まあそれだったらいいですけど、あれだけ舐められて、俺もやってたことあるんだよ、高校生の時とか。まあじゃあいいですよ。多分別に、試合のことは聞かないんですよ。まあじゃあ彼から言ってもらったら、なんか俺も答えよう。久しぶりの立ち技の試合、3年ぶりになるんですけど、その前が3年前なんで、まあ、なんか3年周期で立ち技の試合をしていくことになるんですけど、やっぱり、ね、大激戦選手なんで、9分間、まあ判定、まあ、とりあえずは全部大激できるっていうのは、あれですね、思う存分自分の持ち味を発揮できると思ってるんで、まあ、いいと思います、はい。自分の持ち味を出せると思います。だそうです。まあそうですね。総合の選手なんですけど、まあ打撃が得意っていうんで、で俺も打撃しかできないから、まあじゃあね、本当打ち合いになって倒し合いになると思うんで、すげえそこだけね、すごい楽しみにしててください。うん、まあ俺に勝つ自信ある。倒す自信ある。え、サングラスして何年しないちょっと俺と話してくれ、顔もちょっと頼むよ、俺ちゃんと撮ってんだもんさ。これはダメです。いやまあいいよ、ちょっとこういうのはいらないから、だからちょっと座って邪魔な。まあ今年63キロ級始まると思うんで、まあ俺が63キロ背負ってだっていくんで、みんなよろしくお願いします。ありがとうございました。DJ選手、よろしくお願いします。